はい、こんにちは、こんばんは、タカラです。まずはじめに、この動画ではドルストレートの通貨を見ていきたいと思います。この他の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼ってますので、参考にしてください。ということで、ドルストですからね、このドルの動きがすごく大事になってきます。ここ最近のドルなんですけども、ずっと強かったんですけども、今週ですね、金曜日、少し戻しは入ってますけども、その前の木曜日に一回崩れてるんですよね。これをどう見るかで次の流れが随分変わってきそうです。まずは今の現在地ですけども、大きな流れを見ていけばもう上昇トレンドですから、少し高値を抜けていると、そう判断すれば買いが入ってきてもおかしくはないですよね。ドルはすごく強い、ここに異論はないと思います。ただ問題はこのあたりの値動きですよね。前回もここで1回高値をつけていますんで、実はこれはもう2回目の高値試し。1回目はいいですけども、2回目抜けなければそれは売りが入ってくる要因にもなってしまいます。木曜日売りが入って、少し戻りが入っていますけども、これが高値を抜けていれば何も問題はなかったわけですけどもね、戻りは入ってるんですけども、戻りきれていないんですよね。個人的に僕はもうこれを見てしまうと、少しこの売りの流れ警戒はしてしまいますね。何もね、大崩れを見ているというわけではないんですね。崩れたとしてもまずは直近安値までになりますから、そもそもはドルは強いですからね、単なる調整の売りでしかないかなと思いますけども、今週先週と中央銀行の会合ウィークでしたよね。相当そばの方も荒れましたけども、その結果を受けて高値抜けてこなかったんでね、この結果というのを見ていけば、少し僕はこのドル売り、警戒は必要かなとは思ってます。このドルの上値の重さ、高値抜けてくればこれは何も問題ないですからね、一旦この高値をバックにしたこのドルの上値の重さですかね、このあたりを意識しながら各チャートを見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル、4時間足にシワシワ重ねています。ドルが上値が重いということは、ドルストレートは底堅い動きになってきます。そもそもチャートはすごく弱いですね。ドルが強かったということになりますけども、ここ最近これ安値更新してないんですね。これを見てどう判断するか、すぐに反転を見ていくわけではないにしても、このあたりの攻防というのを見ていくのは悪くないんじゃないかなと。現在地はレンジの安値圏、割ってしまったらちょっと買っていくのは難しいですけども、割れるまではこのサポートを見ていくというのは悪くないんじゃないですかね。リスクはすごく限定できています。もう割れてしまったらダメだと、投げてしまえと、そこまで割り切っていくんであれば、少しこのロング目線で見ていくというのは一つの手かなとは思います。とはいえ一気に買われる流れを見ているわけではなくて、このあたりまずは下落の流れが止まった後ですからね、レンジを想定ということで、レンジの高値までのロング、少しこの買い戻しの動きというのをね、今週あたりは見ていきたいとは思います。はい、こちらが1時間足冷え消化されています。この買い戻しの動きを見ていく際に抵抗となりそうなのが前回の高値、サポート割ったから売りの流れが出たわけですけども、この売りの流れが直近ですね、これ割り込んでこなかったんですね。これをどう見るかで、ポイント変わってきそうですけども、木曜日ですね、この直近高値を抜けてきています。売りの流れを強く見ていくんであれば、今度は戻り売りを見ていくということになりますから、安値更新を意識していくことになりますね。ただ現在これ安値更新してないです。売り勢力の存在はもうここでしっかり確認はできますけども、下のサポートを見ている存在もここで見えてきますね。この波の起点としたこういった上昇トレンドを見ていく人、これも出てくるんじゃないですかね。僕はこのあたりを大きなレンジの一旦の下限ですかね、そんなイメージで見ていますんで、少しこのドル売りの流れですかね、戻る流れというのを見ていきたいなと。そうなるとこの金曜日の押し、これが一つのポイントになってきそうで、安値更新してしまったらちょっとしんどいかなと思うんで、この金曜安値、これを割り込まない流れを意識しながら、ロング目線で見ていくことになってきそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくと、ここに強い売りですね。一旦流れが止まって調整局面、木曜日にこの高値を抜けたんですね。この動きをどう見ていくか、単なる戻りなんであれば戻り売りということになりますけども、ただこの上位足の環境からも少しこの波の反転見ていきたいなと。下のサポートを意識したロングの流れがどこかに出てこないかなと見てますんで、こういった上昇を少し意識して見ていくことになるかなと。そうなると金曜日のこの戻りですね、安値をつけた後のこの戻り、ここ一つのポイントになってきそうで、これ割り込んでしまったらちょっとしんどいかなと思ってます。下落の流れが止まって小さな調整局面ですかね、一回り大きなレンジの上限付近での攻防ということで、このあたりもポイントですよね。戻りの高値、このあたり抵抗が出て当たり前の場所、ただ強かったからあっさり抜けたんですよね。流れが止まった後にこのあたりを試しに来る動きというのはよくあります。
最初の壁になってきそうなのは木曜日金曜日あたりでつけた高値ということになってきそうで、これを抜けてしまったらショート目線、赤い波ですね。こういったのを見てる人たちも少し苦しい状況からの買い戻し、流れが出てきそうですから、来週はこの壁、1.06 の60あたりですかね。このあたりを戻りの壁として意識しながら、これを抜けていく流れ、こういったのをイメージしながら買い場を探っていくことになりそうです。目標は、日足の直近高値ということで、もう少し上ですね。ということで、ユーロドルに関しては、一旦のこのドル安を見ていこうと思うと流れが少し見えてきますんでね。やっぱりこう、ロング目線で相場の方は見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、4時間足に週足を重ねています。このポンドがユーロと違って少しこう上値が重いんですよね。下落トレンド見えてます。これ安値割ったかどうか、しっかり戻り入りましたんでね、これで割ったと見ていくのは少し難しいかと思いますけども、だいぶ下の方突っ込みましたんでね、この突っ込みに対しての戻りを見てる人もそれなりにはいそうです。下落の流れが止まったと見ていくんなら次は調整局面、このあたりレンジの加減ですから、ロングをするにしてもショートをするにしても少し悩みは出てきそうな、そういった場所にはなってきそうです。ただはっきり分かっているのはユーロと比べてポンドはだいぶ突っ込んだんですよね。ということはこのポンドはそれなりにこう上値が重い流れは出やすいということですから、逆ですかね、このドルが強くなってきた際のこのポンド売り、強弱の差というのを見ていく方が流れは見やすくなってくるのかも。ただ僕はこのドルは少しこの戻りというのを見てますんで、そういう意味では相場感に合ってこないかもしれません。ドル安が出てくるんなら安いドルに対して強いユーロという形でね、先ほど見たユーロドルなんかを見た方が分かりやすいように思うんですよね。逆にドルが強くなってくるんなら弱いポンドということで、下への流れですね、これを見ていく方がいいのかなと。ある程度こういった大まかな相場感を持ちながらね、動きを見ていこうかと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。サポート割った売りのトレンド、直近安でも割り込んだということで相当大きな売りが入りました。ただ戻りも強かったですね。この戻りをどう見ていくのか、これ普段から僕言ってるんですけどもね、サポート割れた大きな売りの流れに対して急に戻る動き、強い戻りに対して戻り売りを見ていくというのは少し警戒はしたいんですよね。普段僕はもうこういった下落の流れが出てくれば、流れが止まればまずは調整のレンジというのを意識するんですよね。ただこのレンジというのは高値が見えてくるはずなんですけども、こういった強い戻りが出てくるときはこの高値が見えてこないんですね。レンジが見えてこない。なので僕は全くこういった戻りというのは手は出せないんですけども、ただその代わりにこの強い戻りの勢いというのを見ることはできるんですよね。一気に戻ってくれば行ってこいということで、逆に底堅さが見えてしまいます。そうすると強い流れは継続して見ていく環境も出てくるわけで、押しが入ってこなければ買っていこうかなと、そんな気持ちにもなるわけですけども、今回流れが止まってまた金曜日売りが入ってしまってるんですね。結構大きな売りが入っています。これ正直どっちの流れも見ていける状況だと思うんですよね。流れからはこう底堅い動き、これもちろん見えてますけども、サポート割った動きというのを見ていくんなら戻り売り、これ決して間違いではないと思うんですよね。そしてこういった迷いがある中でトレードする必要も全くないですからね。月曜日なんかアメリカもお休みになりますんで、少し様子を見ながら流れを見極めていってもいいんじゃないかなと。個人的にはこのポンドはどうしてもやっぱり上値が重い環境を感じてしまいますんで、ドルが強い環境の方が生きてくるかなと思うんですけどもね、これどうなりますかね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくともユーロとすごく似たような流れでですね、下落の流れが止まって調整、レンジが見えていて、このレンジの高値を抜けたことで少し流れが変わっています。とはいえ戻りの高値抜けてないですから、戻り売りを見ていくというのは悪くないと思うんですけども、ただ短期的には高値も抜けていますから、上昇トレンドを見ていくこともできるわけで、どっちを見ていけばいいのか。そんな中で答えというのは上位足にあったりもするわけですけども、今回この上位足見てもあまりはっきりした答えが出てこない。少し僕はそこのポイントが気になるところですから、様子見でいいのかなというふうに思ってます。ドル売り見ていくならユーロの方が面白そうではありますけどもね。はい、変わりまして、こちらが5ドルドル、4時間足に週足を重ねています。5ドルはサポートがしっかり見えてきましたね。下落の流れが強く出てますけども、この 0.69 ですか、このサポートラインにぶつかっていった流れが止まっています。戻り売りが入ったんですけども抜けてこなかったんですね。
であればまあサポートを意識していくというのは悪くないと思うんですけども、実は5ドルというのはその前ですね、このあたりがまあ直近安値になっていたんですけども、これは割り込んでるんですね。これをどう見るかというのも大きなポイントの一つだと思うんですね。これを抜けていると見ていくんなら、まあ所詮やっぱりチャートは弱いわけですから、どこかで売り場を探っていくことになります。ただ今はもう下のサポートも見えてはいますから、まあ上げていく流れを見ている人も当然出てきますんでね、こういったぶつかり合いはもうこのあたりで出てきやすいんじゃないですかね。そこで見えてくるのがこちらですね、日足に月足を重ねています。まあ、月足なんてね、まあ、トレードにはまあそんなに使うことはないわけですけども、ただ流れとして今月の月足もうだいぶ下の方に突っ込んでるんですけども、これサポート割ってきてるの分かりますかね。ただこれまだ閉じてないんですよね、月足、残りまだ半分残ってます。月足が残り半分残っている中で、短期足、まあ、週足とか日足とかですね、そのあたりがまあ少し底堅い動きになってきたわけですよね。残り半分で戻してくれば、これ月足ブレイクにならないかもしれません。そうなればいよいよ買いなんかも入ってきそうな、まあ、そういったチャートにもなってくるわけで、ショートをしていくならまあこの環境を無視するわけにはいかないと思うんですよね。戻りが入ってしまったら少しショート勢はしんどくなる、まあ、そういった大きな環境が5ドルにはあるということになります。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。まあそんな中で例えば日足なんかを見ても、この下のサポートは強く見えてるわけですよね。売りの流れは確かに強かったですけども、一旦流れが止まってます。戻り売りも入ってはいますけども、まだ安値割れてないですよね。これ安値割ってくれば月足も下への流れが強く出てきます。まあ残り半分しかないわけですから、それをまあ急反転で戻してくるというのは時間的にも厳しくなりますから、こう下への流れが強く出てくるかも。ただまあ来週あたりからこの底堅い動きが少し見えてくる、こういった上昇の流れが見えてくれば、これはまあ戻る流れも見えてきますよね。最終的に6月終わりまでにこのあたりまで戻してしまえば、月足は下へのブレイクという形は見えなくなります。むしろ逆にサポートが見えてきますから、それ以降この強い流れも見えてくるかもしれません。この波の反転というのが今これ綺麗に見えてきてますんで、これ注目だと思うんですよね。例えばこのポンドなんかと比べても底堅い流れになってきた際のこの波の反転とか、まあ、買いの強さとか、そういったのがまあ少し出やすいチャートには見えてくるんで、ロングを見ていくならまあポンドよりはこっちかなと、そんな風には感じてしまいます。ただまあ今週の木曜とか金曜とか、このあたりまあ若干この5ドル弱かったですからね、まあ、少し気になるところではあります。まあ、何にせよこれサポート、安値割ってしまったら全部のこういった買い方の根拠は崩れてしまいますんでね、まあ、そうなってまでロングというわけにはいかないですから、一旦この下のサポートをバックにロングを見ていこうかなと思ってます。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ていくとまあ似たような世界ですね。下落の流れが止まって調整局面、レンジ直近高値を抜けてきてからは上昇の形も見えてきてます。大きな流れは戻り売りという形も当然これはあると思いますけども、ただまあ高値抜けてますからね、抜けたという形を見ての押し目買いというのも、これも決して間違いではないかなと。どこを見るかは人にもよりますけどもね、特にまあポンドなんかと比べるとまあ買いやすい環境はあるのかなという気はするんですけども、ただ木曜日金曜日ですね、このあたりが少しこう上値が重かったですから、今はそこが少し気になってます。買っていくんならこの木曜金曜つけた高値は抜けてほしいところですけども、これどうなりますかね。大きな流れを見ていけばドルのこの調整の売りというのは来週少し意識したいなと。そうなるとまあロング目線ということになりますから、一旦この下のサポート、ここに注目しながら買い場を探っていこうかなと、そんな風に思ってます。はい、ということで、まあ、相変わらずドルは強いわけですけども、この強いドルに対してのまあ調整のドル売り、これを来週は少し意識していこうかと思っています。そんな中でまあ少しこのドル売りを見ていくのに難しい環境なのがこのポンドで、ポンドというのがなかなかこう上値が重いんですよね。しっかり買いが入ってこない。今週なんかこう強い場面もありましたけども、なかなかチャートの方からはそういった形見えてこないですね。ドルが弱いということはこの上げの流れを見ていくことになりますけども、上値が重いチャートがこのポンドドルにはあります。ロング見ていくならポンドドル以外かなというふうには感じてしまいますが、まあ、どうですかね。むしろ逆にまあドルが強い環境になってきた際にまあ注目はしていきたいということになりそうですね。そしてこの調整のドル売り、これを見ていくんなら本命はユーロドルですかね。 1.07、 このあたりを最初の目標にしたロングの流れを少し見ていこうかなと。ただこれサポート割ってしまったらもう全部の買う根拠は崩れてしまうと思いますんでね、そこだけ要注意ですね。
あとは5ドル、まあ、これも週末少し上値重かったですけどもね、最終の目標 0.72 あたりですか、このあたりへ向けたロングを少し意識して見ていこうかと思います。もちろんこれも下のサポート、これ割り込んでしまったら買う根拠全部崩れてしまいますんで、そこは要注意ですね。 0.69 割にまあ要注意ということになってきそうです。ドルはまだまだ僕は強いと思ってます。調整の売りを見てるに過ぎないですけども、来週はこの調整の売り、これを少し意識して値、動きを追っていこうかと思います。今回は以上になります。このドル数以外の通貨、ドル円やクロス円に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。